はい、注目2再生のコーナーです。週刊ギャルの和田です。はい、うちです。はい、はい、今週からじゃないや、もう福島始まってますけれども、はい、まあ毎週ある戦8、そうですね、開幕週から話題がたくさん出ましたね、はい、そうですね、珍しいぐらいな感じで、はい、はい、今週も多頭数が予想されますけれども、まず、まあ、決闘面から、はい、まあ、注目を集めそうなのがキスアフィニティですかね。ほう、まあ、キスファッション、岡田のキスファッションで、ね、キスとかね、キスなんかの、うん、下弟ということになるんですけど、まあまあフリーケットでございますが、はい、はい、全能ロブロイの、うん、子供ということで、はい、まあ、そんなスパッと切れるというよりは、いい足を長く使うタイプだという、うんうんうん、ということで、はい、まあ、陣営も非常に総合力の高い馬だという評価をしてまして、ちょっと中山から期待できそうな感じです。はい、まあ、それから、まあ、ギャロップでもカラーページで一度取り上げましたけど、シードパールというディープインパクト3区、こちら牝馬なんですけれども、こちらも1008でデビュー予定と、まあ兄弟はみんな勝ち上がってて短距離向きの子が多いんですけど、まあ、あえて1008でこう我慢する競馬を覚えさせて先に繋げたいということで、今週の追い切りには横山のりひろ騎手が乗って、なかなか感触が良かったようで、はい、こちらも初戦から楽しみという感じでしたね。はい、あとはまあ注目となると中京組の方になってきますかね。はい、日曜日に1006のマルコンが組まれてまして、まずまあ話題というか評判になっているのがアドマイヤロア、うん、セレクトセールで1億8000万円という高値をつけたディープインパクト3区でございますね。はい、まあ、福永騎手が騎乗予定ということで、なかなか身のこなしがいい馬だという、橋田調教師の評価であります。はい、それから、まあ、東京で除外が出てですね、まあ、熊待機することになったんですけど、まあ、関東からナギットという外国産馬が、はい、遠征することになりました。マルコンがなかったんですね。そうですね、一周開けて、はい、こちらへということで、まあ一回仕上げたのでその体調の維持というかね、テンションの維持というところに気を使っているようですけれども、まあ十分一回ね、もうデビュー前で仕上げているので、初戦から動ける体制は整っているということで、このスマートストライク3区も注目を集めるんじゃないかなと思います。直帰は熊騎手に決まりました。はい、それから何か触れておいた方がいい馬ありますかね。まあ土曜日は福島は1150ダートと、はい、ここも激戦区になりそうですね。まあ、そうですね、ダート一クラね、この開催一クラなので、まあワイルドエースなんかはあれじゃないですか。ああ、はい、ね、これも春先から評判になってた、ね、なって、うん、東京デビュー目標にしてたんですけど、まあ、無理せずここまで伸ばしたぐらいで、うんうん、乗り込み量十分で、はい、ゲートも速くスピードもあると、うん、いうことで初戦の勝ちを狙ってますね、陣営は。2回目のダートバーチュー決闘ですか。そうですね、ワイルドラッシュ、うん、はい、はい、そうですね。で、一応戦人の方はですね、西のラッシュという田村厩舎の馬が開幕週除外になってしまいまして、もともと2周目を予定していたんですけど、まあ、仕上がりがいいことから1周目からスタンバイしていたんですけど、除外になって仕切り直すということで、こちらも仕上がりは万全のようなので、はい、桜爆心王3区ということで初戦から動けるタイプかなという感じでございますね。はい、はい、今週はそのあたりでしょうかね。はい、はい、というところで東西と函館含めお楽しみください。